こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では通販で買っていい服、ダメな服というテーマでお話をしてみたいと思っています。通販というものには賛否両論があって、通販でよく買い物をする人とちょっと通販で買うのは心配だなという人が結構ばっくりと分かれるものなんですね。その気持ちは僕自身もよく分かるんですね。というのも通販にはメリットとデメリットがあるわけなので、ここをちゃんと理解しながらですね、使い分けた方が通販と良い距離感が保てるのかなというふうに思っています。ただ通販好きの方の中には、実店舗の買い物よりもほとんど通販で済ましてしまう方も結構少なくないですし、逆にお店での買い物にこだわる方っていうのはこっちばかりだったりするんですね。結構皆さん極端だったりするので、それぞれの良さってやっぱりあると思うんですよね。通販で買う良さと実店舗で買う良さ、この2つをですねうまくミックスできると非常にですね便利な買い物、失敗しにくい買い物ができるかなと思いますので、今回はそのポイントを整理しながらお伝えをしてみたいと思っています。こちらのチャンネルでは主に大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。早速具体的に通販のメリットとデメリットからお伝えしたいなと思うんですが、まずメリットなんですけども、通販って比較がしやすいんですよね。例えばですね、今トレンドになっている CPO ジャケット、シャツアウターみたいなものですね、こういったものをちょっと探したいなと思った時に、もしもですね皆さんがお店を回るとしたら結構これまた大変ですね。どこのお店に置いてあるのかがわからないので、結構たくさんのお店を足で稼がなくちゃいけないんですけども、通販であれば特に僕は便利だなと思っているのは ZOZO なんですね。 ZOZO の中で検索すれば結構ですね CPO ジャケットだけでかなりの量が出てくるわけですね。かえって出すぎて困っちゃうぐらいなんですけども、たくさんの検索結果の中から自分の予算感ですね、そういったものと照らし合わせながら、例えばせいぜいですね5000円から1万円ぐらいかなと思ったら金額を指定するんですね。そうするとその価格の中だけで選ぶことができますし、あとはですね色なんかも指定ができますね。ブラックですとかネイビーで揃えたいなと思ったら色指定をすれば、さらにですね検索結果を大きく絞り込むことができるので、かなりですね世の中のたくさんの服の中から絞り込んでピンポイントで商品を探すことができる。これがですね通販の最大のメリットだと思うんですね。このメリットというのは通販が好きな人だけではなくて、通販が苦手な人、実店舗での買い物が好きな方でも絶対に使うべきかなと思います。というのもお店をたくさん回るのってかなり時間がかかりますし手間もかかるので、ある程度絞り込むというところに関してはやっぱり通販は最大の魅力があるのかなと思っています。手間と時間を節約できるという点ですね。ただデメリットももちろんありまして、それはですね商品の雰囲気ですとか素材の手触りだとか高級感だとか、あとは着た時のですね自分の雰囲気に合うかどうか、こういったところというのはやっぱりなんだかんだで自分で試着をしないとですねなかなかわからないところかなと思います。ここが最大の分かれ目ですね。通販は便利でいろんなものを比較しやすい、一方で実店舗の良さというのは確実に商品のディティールみたいなものを把握できるという点ですね。通販がこれからどんなに便利になろうとも商品の細部までをディスプレイで確認することはもうこれは不可能だと思うんですね。これを踏まえた上で通販で買っていいものとあまり適さないものというのは確実に分かれるかなと思っています。僕自身を例に出すと、どういうものを通販でよく買うかというと、ユニクロですとか GU ですとかグローバルワーク、このような結構価格帯が抑えめでなおかつデザインがシンプルなものに関しては結構通販で買うことが多いんですね。特にユニクロなんかに関しては実店舗へ見なくてもだいたい素材の風合いとかが分かるんですね。ユニクロの服なんかはどれを取ってもですね生地が安っぽいなっていう感じとか作りがいまいちだなってものがあんまりないんですよね。ですので通販で買ってもそんなに失敗がないです。一方で GU になると結構価格帯が下がるので、ものによっては素材の感じがちょっとイメージと違ったなとか生地の感じにちょっとテカリがあっていまいちだなっていうことが通販で買ったりするとたまにあるんですね。それでも大きく外すことはないかなと思います。グローバルワークも結構安定しているので、その点ですね通販で買うのであれば価格帯を抑えたもの、なおかつですね商品のイメージとしてはベーシックで定番的なものであれば、そんなにですね通販でも失敗しづらいかなと思っています。一方で僕が通販で絶対に買わない服というものがあって、それは何かというと
ちょっと背伸びをして、これはせいぜい 2,3 年は着たいなというような頑張った買い物に関しては絶対に通販で買うことはありません。例えばコートですとかジャケットですとか、あとバッグですとか、こういったものって1点あたりの単価が結構するじゃないですか。で、買ったら1年で買い替えるようなものではなくて、少なくとも 2,3 年は買いますよね。こういったものに関してはやっぱり実店舗に行って試着をして、質感であったりだとかサイズ感であったりだとか雰囲気が合ってるかどうか、ここを間違いなく確認してから買うようにしてるんですね。絶対にこういったものを通販で買うことはありません。結構ファッション好きの方の中でも通販肯定派の方と否定派の方がいらっしゃるんですが、やっぱり否定派の方の意見っていうのも僕はよくわかるんですね。本当に服にこだわるのであれば、やっぱり細部のバランスってめちゃくちゃ重要になってくるので、実店舗で買う以外の選択肢は僕はないと思ってるんですね。ですのでファストファッションブランドではなくて、ちょっと大切な服を買うときにはぜひ皆さんには実店舗に行って服を買っていただきたいなと思っています。そしてもう一つですね、通販で買うべきではない服というのがあって、それはどういう服なのかというと、今までですねあまり自分がトライをしてこなかったような新しい服というのは、これは通販では買わない方がいいかなと思っています。それはなぜかというと、自分の目も慣れてないし感覚も慣れてないので、そういったものを通販で買ってしまうと失敗する可能性が高いんですね。ある程度馴染みのあるものに関しては通販でもそこまで失敗はしないんですが、そういった自分が初トライするようなものに関してはお店に行って試着をして、いろんなアイテムと合わせたり、または店員さんのアドバイスを聞きながら自分にフィットさせていくっていうことがものすごく大切なので、ちょっと攻めたものとか冒険的なアイテムに関しては間違いなくですね試着をした方がいいのかなと思っています。こういったものをいきなり通販で買う方が多いので、よく失敗するんですよね。これは僕自身も何度もやってきたのでこの話ができるんですけども、ちょっと攻めたものだとか高価格帯のものは通販で買わない、この点だけは頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。まあ、ここで一旦まとめると、僕が推奨する買い物というのは通販と実店舗の両方を組み合わせたハイブリッド式かなと思っています。通販の便利さは絞り込むことなんですね。僕はですね毎日様々な通販ショップのサイトを見てるわけですね。かなりの量があるかなと思っています。ユニクロ、GU、グローバルワーク、チャオパニックティピ、これぐらいのちょっと低価格帯のお店も見ますし、セレクトショップもめちゃくちゃ見ますね。ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース、グリーンレーベル、あとはエディフィス、バーニーズ、エストネーション、シップス、ビームス、このあたりはですね確実にチェックをしているわけですね。まあ、その中で新商品を見てみると、あ、これは良さそうだなって思うものがあったりするわけですね。それがちょっと価格帯がいいものであったら、ある程度目星をつけておいて携帯のメモ帳に書き記しておくんですね。これとこれとこれは試着をしたいなという形で保存をしておくんですね。それをお店に行った時にピンポイントで見る、これが一番いいのかなと思っています。まあ、お店の中にもですねたくさんの商品があるので、その中からですねまんべんなく見てると、自分が何が欲しいのかとか自分は何が足りてないのかってなかなか分かりづらいんですよ。買い物に行く前に事前に通販ショップのサイトを見ておくというのは非常に有効かなと思いますので、普段あまり通販サイトで買い物をしない方も絶対にですねこういった通販サイトっていうものをですねチェックしながら自分の目を慣らすということ、ある程度目星をつけるということを試していただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では通販で買っていい服ダメな服というテーマでお話をさせていただきました。この2つというのはそれぞれ長所と短所というところがあるので、ハイブリッド式というものをですね皆さんに今回はご提案をさせていただきました。まあ、このような方法を取っていただければ結構買い物の打率は高くなるかなと思いますし、買い物時間の短縮ができるかなと思いますので、ぜひ皆さんお試しいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。